バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイ、お久しぶり、ゲストっぽい石ゲストです。違った、こんばんは。ゲストっぽいゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなか昇格しませんね。ですね。いつになったら昇格できるんでしょう。ゲストの枠ってなかなか ね貴重ですからね。ゲストっぽいっていうのはどういうことなんでしょうね。一応ゲストっぽく呼んではいるけど、うん、まあ、ゲスト扱いはされないって感じですかね。まあ扱い雑ってことですね。扱いですね。まあそうですね、うん、申し訳ない。一応私サウンドプロデューサーギターとか作曲とか自分で言っちゃった。やっぱりゲスト扱いにはなりません。まあいいんですよ、それで。そうですね。それでね、はい、あのこのバニラスカイ、これからね、まあ、ちょっとコロナのね、あのいろいろさ影響を受けなくなってきたりとかしたら、落ち着いてきたらいろんなゲストをお迎えしたいと思ってますので、その時にゲストっぽい石井と本当のゲストと違いが皆さんに分かると思います。ぜひそちらもあの長い時間かけてお楽しみください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、早速、今日1曲目はですね、このだって失礼な言い方、あのイッシーのね、とってもかっこいいギターが味わえるライフという私の曲をお聴きいただきたいと思います。珍しいあのロックナンバーですね。そうです、そうです。みんなでそうそうそうっていける曲です。そうそうそう、ライブの時にあの初めてライブで聴いた方もウォーウォーウォーって一緒に歌ってもらえるっていうね、うん、その右手を掲げて、もう上げてさ、拳を突き上げて、もうみんなで生きていこうぜみたいなね、そういう曲になっております。そしてヨーコの曲で初めてのギターオーケストレーションあのですよね、うん、出なかったっけ、うん、初めてですよね、石井さんね。まあまあツインリードはたくさんありますけど、あツインリードはたくさんありますが、うん、まあ、たくさん重ねてみましたと。そうそう、めっちゃかっこいいんだよ。かっこいいのでぜひそこもね、あの注目してください。ギターオーケストレーション自体が皆さんわからないかもですね。うん、まああのクイーンみたいな、クイーンみたいな、そうね、うん、あギターの音がいっぱいするっていうところがポイントです、うん、一応7本入ってます。7本、うん、あ、7、8本入ってます。5本かと思ってました。ギターが5本かと思ってました。7本、すごい。7、8本入ってますから、バッキングとかいろいろ。なるほど、ギターだけで作っちゃってる曲でございます。それでは皆さんお聴きください。そして右手を上げてね、 LIFE。
こう。皆さんライフいかがでしたか？かっこよかったです。かっこいいですよね、うん、なかなかさアコースティックで今ライブをしている間にこうライフはできないんですけれども、やっぱこの曲はバンドだなっていう感じでね、うん、そうだね、うん、みんなで大盛り上がり大会に思い上がり大会って面白いですね、うん、そう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 、お客様と一緒になってね、そうそう、鹿児島でもバスケットボールチームやサッカーチームってプロのねチームがありますけれども、はい、そういうもうプロとして一線で頑張っていらっしゃる皆さんに私たちが一緒になって応援したいとか、あと子どもたちがね一生懸命頑張っているこうプレーしてるところをやっぱり一緒に応援したいっていう気持ちでも、おーおーおーっていうところをね、うん、作っていただいたのもありますのでね、いやみんなで応援したいですね、いろいろ ね応援したいですね、うん、ぜひぜひ皆さんライフもよろしくお願いいたします、はい、今後とも。では早速ですが、メッセージいただいたのでお読みしたいと思います。よこさん、スタッフの皆さんお疲れ様です。またお便りさせていただきました、あなたのカズさんです。28日の生配信ライブ見ましたよ。3回とも見てしまいました。今までコロナ禍になってからいろいろなライブ配信を見るようになりましたが、同じライブを3回も見たのは初めてです。どんだけ元を取りたいんや。いえいえ、それだけ楽しかったからですよ。私は異邦人をリクエストしました。初めの方で歌っていただいてありがとうございました。本当はもっといろいろ陽子さんに歌ってほしい曲があるので、次の配信ライブの時にまたリクエストしますね。そこで今回のリクエストは、ライブ配信のチケット購入がうまくいかず今度のライブを見れなかった友人に届けたいので、シャイニーをお願いします。次回の配信ライブは無料配信ですか？でしたら陽子さんの YouTube で見ることができるので彼女も見れるはずです。陽子さんからもドンマイと声はかけてあげてください。何度か挑戦したけどダメだったと残念がっていたので、それではまたお便りします、さようなら。かつみくんっていうお友達の方、あ、配信ライブ見ていただけなかったんですね。ちょっと残念でした ね、うん、でもさ、ドンマイというよりかはそのなんていうの、こう見るためにいっぱい努力してくださったわけですよ、うん、ね、その時間がちょっと申し訳なかったなっていう気持ちが強い、うん、ね、せっかくさちゃんとこうチェックしてくださってトライしてくださったのに、ちょっとね、KKB 鹿児島放送さんっていうテレビ局さんの仕切りのねこうアプリで配信してたので、ちょっと分かりにくかったのかもしれないですね、うん、うん、だからね申し訳ない、もうせっかく見てくださるとこだったのに。まあ、来週は、来週じゃない、ごめんなさい、来月は生配信ライブが無料で行いますので、まあ石井さんはいませんけど、来月じゃないよ、もう6月だから今月だ、今月なので、ぜひぜひ皆さん今月もまた告知しますのでね、生配信ライブ一緒に音時間過ごしましょう。石井はおりません。ピアノの北園真由美さんとまた2人でイチャイチャお届けしたいと思います。石井には邪魔させませんというわけではございませんまた出させてくださいしょうがないなって皆さんね、陽子はそんなこと思ってませんよ。石井さんはねなかなか出てくれないんですよ。いやいや、ギターね弾くの、きっとギャラ問題でしょうね。いやいやいや、ね、いやいやいや、きっとギャラだ な、いやいやな、ギター弾くの好きなんでねだけどね、陽子の曲で一緒にステージに立つときはすごくいつも楽しんでギター弾いてますよ。そうなんですよ。石井さんはね先約がありまして、今回私の方では演奏していただけないんですけれども、なんたってね売れっ子なサウンドプロデューサーでございますのでね、皆さん石井を今後とも応援してくださいね。陽子はついででよろしいですよだけど石井売れっ子だなとか言いながらやっぱりゲストっぽいんですけど、そう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 なのでね、ぜひ皆さん今月の生配信ライブも石井抜きの陽子と真由美さんバージョンでお届けしますので、ぜひお聞きください。素晴らしいですよ、2人で ね、そうですね。そうそうそう、僕もしょっちゅう見てますが、はい、2人のうん、なかなかもう素晴らしくて感動してますよ。ます楽しそうで、ね、いいですね。真由美さんのピアノも素敵だし、ね、素敵ですよ ね。石井さん、陽子を見る、陽子褒めるときは目を見て褒めてください。素晴らしいいい声、僕ね声とかすごく好きなので、みんなちゃんと聞いてて、ちゃんと聞いてて
声とかですよ、声とかね、うん、いや 声とか歌詞とかそう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 、ね、そうそうやっぱり素晴らしいですよ。人としての中身はどうかというところでございますが、そこはもうそれ以上それ以上は言わないで、はい、もういい、はい、あではね、あのシャイニーを今夜お届けしたいんですけれども、リクエストいただいたシャイニーは実は2018年にリリースしました。で2020年、去年ですね、去年はコロナ禍の影響を受けまして、私が代表するバニラスカイミュージックの、制作していたコンピレーションアルバムが去年は制作できませんでした。なのでね、そのコンピレーションアルバムを第1弾第2弾で盛り上げてくださったアーティストたちと一緒に歌ったバージョンがシャイニー2020という曲になっております。なので今日はね、皆さんに、そしてかずみくんに2020バージョンをお届けしたいと思います。ぜひね、わ、この曲声いいな、この声いいなってね、もういろいろね、まあ全部いいんですけど、鹿児島をね中心に活動しているアーティストの方がとかね、鹿児島を大好きで、まあ、鹿児島にゆかりあるアーティストですね、三重県の方や東京にいらっしゃる方とかね、もういろんな方が ね、そう参加してくださってましたね。そうそうそう、なのでね、とにかく、あ、私この声好きみたいな感じでね、うん、いろいろ楽しんで聞いていただきたいなと思います。それではみんなでお届けします、シャイニー2020。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント、心と心を合わせて、カレンダーI'm not
イニー2020いかがでしたか？めっちゃ素敵でしょ。シャイニー2020はミュージックビデオがございます。鹿児島クリスマスマーケットの会場を舞台にして作っておりますので、そちらもご覧くださいね。では今日のコーナー行きましょう。ハッピーモノ、ハッピーモノのコーナーでございます。今日はイッシーさんがいらっしゃるのに私が言います。どうぞ。はい、ハッピーモノは梅雨の時期の除湿機でございます。はって思うでしょ。私あの中学校2年生のね、このラジオにもたびたび出てくれてます、シノンのお母さんでございますが、毎日最低2回は洗濯をしております。そこでね、この梅雨の時期洗濯物が乾かないとか皆さんおっしゃってると思いますが、私にとっては365日24時間除湿機は、相棒でございますね。もう毎日このなんていうの、コロナの影響を受ける前からね、もう制服は私は毎日洗濯して、洗濯おばちゃんなものでね。そしてこの除湿機のおかげで部屋がカラッとしてると、あー気持ちがいいなと思いますよ。そういう気持ちを味わったことありますか、石井さん？ありますよ。ありますか？あ、はい、素晴らしい、うん、石井さんお料理も上手ですしね。そうですかね、うん、洗濯もしますしね、うん、洗濯もう全部うんって言ってた方がいいですよ、こういう時は。うん、陽子は知らない情報も全部投げますから。あと、じゃあ全部うんと言っておきます。そう、石井さん買い物上手ですしね。うん、うん、いい男とアピールしていた方がいいと思います。はい、はい、ということで、陽子のハピモノは梅雨の時期の除湿機です。いつも以上にハッピーにしてくれてありがとうっていう感じですね。除湿機いいですよね。やっぱ喉のためにもいいしね。除湿機じゃなくて喉のためには加湿器ですよ。加湿器です。そう、あのね、そこなんですよ。ほら、石さんはね、あの加湿器と思い込んで話してました。加湿器だともう湿度が高くて困るじゃないですか。そうですね。そう、洗濯物乾きません。はい、なのでそのバランスを私は取って、あ、カラッとしてるな、だけど喉には潤ってるなっていうそのバランス。うん、そう、もうね、部屋が居心地が良くなるのが大好きなんですよ。なるほど。そうそう、大事ですね。そう。いかに石井さんがゲストっぽいのに向いてるか皆さん分かっていただいたと思いますが、はい、では今日の最後の曲をお届けしたいと思います。はい、このね曲はね、あのギターソロもめちゃくちゃかっこいいです。私大好きな一曲でございます。というか一番好きな曲です。みんなのことを思って作りました、キス&ハグ。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛。幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、身
バニラスカイは皆さんのリクエストやメッセージ大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。来週もきっとゲストっぽい一周が登場してくれるはず。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。来週は、はい、ちょっとぐらいゲストにはならないですかね。まあ、このくだりはもう時間を費やすだけですので諦めましょう、はい、諦めます。諦めます、はい。まあ私は石井ファンに怒られますね、そのうちね、うん、まあしょうがないでしょ。まあしょうがない。まあしょうがないです。まあさ、石井さん、あのこの梅雨の時期いつも髪の毛が跳ねるって言ってピーピー言ってますよね。ああ、そうですね。ちょっとあの雨っぽくなると癖っ気なので、うんうん、なんかちょっとこうクリーンって上を向くっていうかね。そうそう、うん、それがいいと思いますけどね。どうなんですかね。まあでも石井さん の, あのギター弾かれる時に髪の毛が落ちてきてこう癖がありますよ、髪の毛かき分ける。ああ、うちの子真似してますからね、いつも。あ、そう。これ本当に意識して今日はやんないぞって思いながら。あ、本当に、うん、あ、そうなんだ。もう結んだ方がいいじゃんと思いますけどね、うん、あ、そうだね。結んだ方がいいですよ。だけど結ぶとギター弾いてる時にこうここに髪の毛が内藤さん、そう、寂しい。ああ、なんかもうずっとそれで何十年もやってきてるから、髪の毛ないとありますよね。なんかこういうポジションじゃないととか、こういうコンディションじゃないと、うん、なんか本領発揮できない気がするみたいなね。そう、そ面白いもんで、うんうん、あのコーラスとかもやったりするんですけど、うんうん、ギターを下ろしてコーラスをやれって言われたらできないです、はい。ギターを持って弾きながらじゃないと、なんか逆に。わかるわかる、うん、そういうのとかもありますね。わ、うん、かりますわかります。なんかさ、うちの子と歌うときに、あの、なんていうのかな、こう決めてこっちを歌ってあっちを歌ってとか言われるとハモれないのに、自然と歌ったらハモれるんですよ。自然にもう、そうそうそう、ね、なんかもうかしこまると緊張しちゃうんですよね、なんかね、うん、体がね。あとなんか親子だから、うんうん、すごい息が合ってるから。それありますね。ね、あれ素晴らしいなっていつも思う。とか、うちの子と何かするときに、例えば YouTube の動画作るときとかも、全部リハーサルしちゃったりすると、いいのが撮れなくて。うん、もう、あの、最初に約束ごとこうする、合わせる、OK、じゃあ始めようみたいな方が。せーのかね。そう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 。多分そうでしょうね。そういうのありますね。うん、だから、ちょっとギター持って歌うのとは、ちょっと話は違うようだけど、感覚は一緒ですよね、うん、なんか ね, ね。自然体ってすごく大事。うん、確かに。まあ、そういう意思が。今日もゲストありがとうございました、はい、ありがとうございました。では皆さん、この1週間もめちゃくちゃハッピーでありますように、ヨーコは祈っておりますよ。では一緒にバイバイハッピー。